い、では降りたいと思います。こちら 7.5 センチ白を上にして三角に半分に折ります。開きます。こちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折ります。向きを変えまして、この縁から1センチ下で折り筋をつけるようにこちらを折り上げます。上の角をこの下の縁より1センチ下で折り下げます。この角は少しこのようにピッと軽く折って丸みをつけます。でこちらもめくってこの縁からこの隠れるようにこのように折って戻します。次は体 7.5 センチこちらも三角に半分に折ります。この上の角を支点に下からこの 1.5 センチから2センチぐらいでこのように折ります。こちらも同じように折ります。裏返します。こちらここから斜めにこのように折ります。こういうふうにここの縁を支点に折ります。こちらも同じように斜め外に向けて折ります。でここ5ミリ残るようにします。裏返してここの角を少し数ミリ折ります。こちらも同じようにこのように折ります。7.5 センチの4分の1サイズ、こちらを対角線上に折ります。四つ角を真ん中に合わせて折ります。ここで三つ折りにします。ここを折った時にこことここの幅が同じになるようにしてこちらも下へ折ります。同じものをもう一つ作ります。同じく 7.5 センチの4分の1、こちら耳です。こちら三角に半分に折ります。開きまして、ここの折り筋よいしょ、カットします。ここ半分に折ります。よいしょと開きます。ここの上の角を下に折ります。でこちらの2つの角もここの真ん中に合わせるようにこのように折ります。折りましたらここの縁で一回直角にこのように折ります。折ったら今度下の縁を上に合わせてこのように半分にこういうふうに折ります。折った時にここもう一度ここを開いてのり付けしておいてください。はい、もう一つも同じようにこのように折るんですけど、先ほどはこちらを下から上に折ったんですけど、この反対向きにこちらにして今度は上この縁上からこのように折ります。で上の縁からまた半分に折ってここのり付けします。
そうしましたら、この左右対称のものができます。尻尾 7.5 センチの4分の1を半分に折ります。開いて上と下の縁を真ん中に合わせてこのように折ります。観音折りですね。そうしましたら、ここ糊付けします。で、真ん中を半分に折ります。そうしましたら、この角と角を直角にこのように折って、角をこういうふうに矢印みたいなのをつけます。はい、ではこのように裏返して、ここから1センチぐらいで一旦このようにつまみ折って、ここをつまんでこのようにくるっと少しだけ折り上げます。で、ちょっともう一回戻して、ここをのり付けすると OK です。 7.5 センチの4分の1翼を折ります。こちら対角線上に折ってから真ん中に合わせて折っていきます。裏返します。こことここを少しこのように数ミリ折ります。で、こちらも1回折りますね。で、一旦開いて、ここの角をつまみます。つまんで角を作ります。作ってからここを折って、右左どちらでも1回パタンと倒します。で、今回ちょっと右側に倒しておきますね。そうしましたら、今度右側のこの部分、この端がこういうふうに細くなるようにちょっとずらしながら折っていきます。そうしましたら、裏返して、ここを少し折り上げます。ここ5ミリほどです。もう一つも同じように折って、こことここ、はい、こことここを折ります。で、また角を作って、こういうふうに折ります。今度は左側に倒します。で、こちら今度また左側を少しこの端をずらします。で、一回外してずらしてもらっても OK です。こういうふうにずらして折って、もう一度折っても OK です。はい、またこれを裏を折り上げます。で、こちらも左右対称になりました。次、 7.5 センチとこの 7.5 センチの4分の1サイズ、こちら白を上にして半分に軽く折ります。開いて下の縁を真ん中に合わせて、また軽く折ります。この上の縁を下、この下の折り筋に合わせて折ります。で、この縁とこの縁を合わせるように折ります。折ったら裏返しまして、一旦ここまで戻します。ここ上からだいたい5ミリぐらいで、もう一度この下へこのように折ってから、ここを段折りにします。裏向けてこの向きにして、上の縁こちらを少しこのように下へ、この部分だけを折ります。で、折ったらここ浮くので三角になるように潰し折ります。で、こちらもちょっと同じように折って潰し折ります。で、この角、下のこの角を少しこのように折ります。
そうしましたら今度ここ端から 3-4mm で1回ここを 1cm ぐらい切ります。でまた同じように 3-4mm で切ります。でここ1回折ります。折ってここを切ります。でここも同じように切っていきます。出来上がりです。では組み立てていきます。耳、まず耳からこちら下の方、ここをのり付けして、この端がこっち長い方が内側に来るようにするので、こちら左に一旦貼ります。これぐらいの長さで、でこちらも同じようにのり付けして今度は右に貼ります。次は手、これですね。手はこの裏側、こちらをのり付けします。でこの体、この幅の半分ぐらいで、少しここが1センチぐらいはみ出るようにして、斜めにこのように置いて、はみ出たところは裏側へこのように折り込みます。はい、こちらも同じようにのり付けします。次この尻尾、こちらが上なので、この表側にのり付けして、このあたり、向きはどっちでもいいんですけど、好きなよう角度で貼ってください。次体、このあたり手が少しのり付けかぶるようにしてのり付けします。で体と頭を貼ります。はい、次こちら翼、こちらもこの先の方じゃなくて、こちらの方、こちらをのり付けして、このように見える程度にこのように貼ります。裏こうなってます。はい、もう一つもこちら側にのり付けします。でここまたこれぐらいので、裏側こうなってます。で貼ります。8ミリのこの黄色の丸シール、数ミリほどこのように先切ります。でもう1枚も同じ幅で切ります。そうしましたら、このあたりに貼ります。こちらもこのように貼ります。こういう風になります。極細のホワイトマーカーでこのように口を描きます。で牙もこのように描きます。はい、出来上がりです。あとはこの作った馬でこういう風につけたり、こういう風に持たせたり、こう肩に乗せたりしても OK です。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。パタパタパタ。